はい、こんばんは。小室ゆりの夜サプリ、あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、今週も30分間お付き合いください。ここからのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、男女コミュニケーション心理師、小室ゆりです。よろしくお願いします。この番組はあなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社、占い癒し処八雲庵、琉球食系、名古屋のセラピストゆずき、ゴルファーズプロファイリング提供、沖縄県 FM ギノワン、神奈川県 FM ヤマトの2局ネットでお送りをしております。今週は盛りだくさんでお届けいたします。何が盛りだくさんか、ゆずきが盛りだくさんでございますよ。ということで、5月から続いておりますお世話になっている先生方へのインタビュー月間、今月は名古屋のセラピストゆずきさんにお話を伺っております。後半もゆずきさんご担当の女風サプリへと続いてまいります。女風セラピストならではの深いお話も聞いておりますので、楽しみにしていてください。このコーナーもありますよ。占い癒し処八雲庵オーナー萩原八雲先生監修によるあなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ、今週も12星座で占っていきます。5月30日は掃除機の日ということで、テーマは私が欲しい家電です。私今何欲しいかな、音の静かな冷暖房機が欲しいです。できればダイソンがいいな。番組では皆さんからのメール募集しております。番組への感想、リクエスト、教えてゆり先生のお悩み相談、そっと送っておいてください。メールアドレスは info@friendvillage-c.com、 インフォメーションのインフォ、友達のフレンド、里のヴィレッジ -c.com です。メッセージお送りいただいた方の中から毎月1名様に七尾庵のいきなり団子をプレゼントしております。メッセージには必ずご住所、お名前、お電話番号を明記の上送信してください。たくさんの応援メッセージお待ちしております。サプリなお客様、本日のサプリなお客様、1年ぶりにこの方が来てくださいました。名古屋の女風セラピストゆずきさんです。ゆずきさん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お久しぶりです。お久しぶりでございます。お元気でいらっしゃいましたか？はい、めちゃめちゃ元気ですよ。めちゃめちゃ元気、はい、よかったです。ありがとうございますということで、女風セラピストのゆずきさんに今日はこの1年どうしてたということをお聞きしたいなと思っているんですけれども、ゆずきさん、セラピストとして今何年目になりました？約1年ぐらい経ったかなというところですかね。まあ、当時と比べるとちょっと忙しくはさせてもらっております。女風セラピストっていう言葉、1年前はまだまだ知られてないし、そんなサービス本当に受けるの？みたいなことを言われることが私もよく聞いてたんです。はい。でも1年経って、この反応が、ちょっと興味あるとか、受けてみたいとか、っていう女性は多くなったなっていうのが私の印象なんですよね。僕が触れ出してから
やっぱり耳にすることもどんどん増えてきたのもあると思うんですけど、もう時代の流れでもう時間経過するにつれて、やっぱりそのワードもよく浸透してきたなとは僕もすごく実感してます。もう女性も性的サービスを受けられる時代なんですよ。はい。男性はね、ちょっとまだこの言葉にビビるみたいなんですけど男性の方が身近だったはずなのでね、もうそのまま受け入れやすいとは思うんですけれど、まあでも時代の流れというか、いいんだよと、なんなら女性の方から話を振られることが、もう自分は身分を明かしてやってるので、なので、はい、女性側から発信してくれることが増えたのはとても嬉しいです。この1年でゆずきさんのところに来られる女性のお客様の傾向っていうのはあるんですか？まあ、個人の情報なので言える範囲でなんですけど、僕で言いますと、まあ、僕よりも実際ご年齢が高めの方であり、あとは、単身なのと、あとはプライベートでもそのいわゆる彼氏だったりとかパートナーの方がいらっしゃらないような、本当にお一人様という表現が正しいのかはあれですけれど、そういった方が僕のお客様では多いですね。ちょっと意外でした。周りのね、割とパートナーがいてもそれはそれで楽しみたいのよねっていう方が実際に利用されてたり、興味を示してたりするっていうのが多かったので、やっぱりこの女風っていうキーワードを聞く人の属性によって違うんでしょうね。そうですね、本当土地柄もあるでしょうし、まあ、単純に好みとかっていうお話なんだとは思ってます。僕を好いていただいてるお客様方がたまたまそういう方が多いよというだけであって、もちろん年代も背景も様々な方が利用できていいサービスだと思うので、一旦の僕の周りではそういう方がたまたま多かっただけですよぐらいに思っていただければとは思います。コーナーでお話をいただいた女性の気持ちいいってどういうこと、はい、っていうテーマがあったと思うんですね、はい、これゆずきさんにお話しいただいて本当に良かったなって思うのが、女性の気持ちいいは体の気持ちよさではなく心の気持ちよさなんですよ、っていうようなことをお話しいただいて、そうなのっていう、一女性としてめちゃめちゃ納得してたっていうあ、そうでしたか、よかったです。それは、実際お客様から言われることがやっぱり多かったので、まあ、生の声をもとにお話ししてたんですけれど、はい、なかなかやっぱりそこまで話す習慣も今までの女性はなかったかもしれないので、男性側も気づきづらかったんじゃないかなと思ったので、僕もとてもいいきっかけでした、ね、どうしても今までのこう文化として体の気持ちよさ重視が、ね、快感だったりとかオーガズムだったりとかっていうイメージが強かったと思うんですけど、まさに今、ゆずきさんがこう取り組まれている女風セラピストっていうのは、それはそれなんだけど、もっとそのサービス全般通して、全体的なこう時間の中の心地よさとかを提供されていらっしゃるんじゃないかしらなんて。その通りですし、まあ僕が所属してるお店に限らず、全国のセラピストさんは多分そういう風に、気にされてやってるんじゃないかなと思ってます、実際にこの女風というお仕事を1年体験されてみて、はい、今一番感じていることってどんなことですか？率直に関われた人は僕の目の前で喜んでくださってたので、そういう人が一人でも増えてくれて嬉しい、続けていきたいって思うとこですかね、僕だけかもしれないんですけど、まあ淡白で終わることって本当ないんですよ、まあそれでがいい女性ももちろんいらっしゃるとは思うんですが、はい、好みの問題でそこは
はいはい、ただただそういう方で限ってもやっぱりその根底はメンタルとか自分の気持ちの部分が優先してでそういう欲求につながってると思うので、うん、やっぱり気持ちの部分に寄り添ってあげるっていうのがベースとして大事なんじゃないかなとは思いました、うんうん、この女風っていうお仕事生産業っていうお仕事がなかなか仕事であってで仕事として認めてもらえないっていう部分も、まあ、自分もそうなんですけどねなかなか歯がゆいところではあるなんていうふうに感じることもあるんでしょうか。感じてた時は正直はあったんですけれど、うん、まあ、広まるにつれてちょっと自分にも自信がついてくるので、はいはい、それはもう時代としてはすごく追い風なんじゃないか、うんうん、もう仲間という言い方をしますけど全国に仲間が増えれば知名度も上がってくるし当たり前になれば僕らの生きづらさって解消されると思うので未来に希望を持って最近はやってますかね、うん、仲間になりたい男性って表面上はいっぱいいると思うんです。たくさんいますねたくさんいますねやってみたいっていうね、はい、はいはいはいいますいます。でも正直そんなに楽な仕事、はい、簡単な仕事ではないじゃないですか、うん、それを今実際にお仕事としてされているゆずきさんからこの番組を聞いてくださっているリスナーさんが女風というお仕事に興味を持った、うん、その時に先輩セラピストとしてこれだけは知っておいてほしいっていうことをぜひ教えてください。これだけはこうだよってものですね、はい、うん、楽じゃないよってとこですかね楽じゃねえぞ、はい、その人を下げるわけではないんですけれど、うん、絶対にやったことない方が想像してるより大変ですですよね、はい、そうです大変に決まってます、うん、はい、やったことないし、うん、知らないだろうし、うん、知ってたら逆にやらなくていいですっていう感じです。あ、知ってたらやらなくていい、まあ、やる必要もないんじゃないかなとは思っちゃいます、うん、というのも、もちろんセラピストになったらなったで幸せにできる女性を増やせるからそれはいいことだと思うんですけど、うん、やる上でのメリットってそのセラピスト自身が女性に優しくできるように成長ができるっていう部分も含まれてると思うのですでに優しくできてる人はまあいいんじゃないか。その優しいってだいぶ勘違い入ってる気がするんだけどな。そう総称してですよね。総称して考えられてるかみたいなところですかね。はい、やっぱりやったことない方に関してはまだ知らない部分とか未知の、うん、女性の未知の部分絶対あると思うので、うん、それはやっぱりやってみないと分かんないよねっていうのは僕もすごく痛感したところだったの。大変だよっていう言葉を送りたいなと思います、ね、うん、この1年成長のゆずきさんだったんですね。そうですね、まだ成長した自信はあります。それでは最後に、番組を聞いてくださっているリスナーさんに一言いただいてもよろしいでしょうか。はい、わかりました、ラジオを通して少しでも女風に興味を持っていただければ、幸いです。また僕個人は今後も活動はもちろん続けていきますのでどんどん時代の流れに沿っていろんな情報を発信していければなと思ってみますので気になった方はネットでちょろっと調べたりしてみてください。ちょっと自分の世界が広がると思います。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。今週のサプリなお客様ゲストは女風セラピストのゆずきさんに来ていただきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。もっと探偵を身近に、安心と信頼の探偵事務所 MJ リサーチ。浮気調査から人探しまでベテラン探偵の高い調査力をあなたに。詳しくは
MJ リサーチで検索、または MJ リサーチ公式 YouTube からお願いします。沖縄初のブランド地鶏、福雪地鶏。8ヶ月の時間をかけ大切に育てています。沖縄の自然の恵みをあなたへ。インターネット検索は福雪地鶏。あなたの生きにくさは変えられます。四柱推命、合同心理学、 USP コンサルティングを合わせたカウンセリング、プロファイラーお二人があなたの生きにくさを解消します。 USP プロファイリングで検索。縁結び恋愛成就のパワースポット、西光寺。境内を覆う大楠と凪の木は恋愛成就と縁結びのパワーを持つと言われ、ご利益を求めて県内外から参拝に訪れておられます。徳川家ゆかりの文化祭の宝庫、静岡県磐田市西光寺。 USP プロファイラーの押したり構造とゴルファーズプロフェッサーの石渡俊彦がお送りするゴルファーズプロファイリング。この番組はゴルファーに自分らしく一生涯ゴルフを楽しんでいただくためのサポートを目的としたプロファイリング番組です。毎週日曜 AM11 時からFM ギリワンで放送中です。お聞きください。後半コーナー、女風サプリ。ご担当いただくのは名古屋の女風セラピスト、ゆずきさんです。今月はスレスレなるままに語ってくださるそうですよ。それではゆずきさん、よろしくお願いします。名古屋の女風セラピストのゆずきです。今回はちょっと趣向を凝らしてというか、実はいつも台本用意してるんですけれど、今日はちょっと変えて、テーマを決めてそこに対してお時間いただいてつらつらと話していければと思ってます。今回のテーマは、女風業界の近況についてお話できればと思います。結構ね、界隈のニュースが増えましたので、今こんな動きを見せているんだよっていうところをちょっと情報提供という形でお話できればと思ってます。いくつかあるんですけれど、最近まあ身近で女性用風俗だったり女風っていう言葉をまあ聞く機会って男性も女性も増えてきたんじゃないかなと思ってます。でその一つとして、まずは広告媒体が結構増えてきたんですね。まあ、男性向けの、まあ、いわゆる普通の風俗店でメインで取り扱われてた、東海地方だとヘブンネット、シティヘブンネットっていうサイトがあるんですけれど、そこもともと女風扱ってなかったんですけど、これが大体7月中頃あたりですかね、それぐらいから、女風も取り扱うようになりまして、東海地方の皆さんにも、馴染みのある、まあ、サイトに使用されるようになってきましたと。なので女性の目にも留まるのはもちろんなんですけれど、今後さらにセラピストの母数もどんどん増えていくんじゃないかと思ってます。いわゆる風俗業界のサイトになるので、もちろんそういう業界で働かれている女性の目にも留まる機会は今後さらに増えていく動きが今見えてますね。まあ、ただ業界としてそんなにまだまだ発展途上の業界だなと自分も思うので、まあ、正直その X で女風って調べた時に割とまだまだ、まあ、炎上しがちというか過激な投稿がちょっとまだ目立つかなとは思ってます。まずは、まあ、周りの人たちの意見には振り回されないようにして、とにかく自分のペースでまずは楽しんでみたらいいんじゃないかなと思ってます。これは女性に向けてのお話ですね。そしてもし自分が女風を利用したことがあって、あ、なんだ楽しいなってもし思ってもらえたら、良さを知ってもらえたなら、まあ、男女の関係だったり、まあ、コミュニケーションで困ってらっしゃる同性の女性のお友達の方、もし周りにいらっしゃったら、よかったら使ってみたらどうっていうふうに教えてあげてみてほしいなと思います。
そうやって女風を利用される女性が、女風で救われる女性が一人でも増えてくれたら嬉しいと僕は思っているので、ぜひそこは教えてあげてください。直近のニュースで、今後もさらに拡大していくと思った一番の理由は、ドラマが始まりましたよね。もう一般のご家庭でも普通にね、テレビで見れるような、そういう業界になってきましたので、ここからさらにまた広まっていくんじゃないかなと思う反面、正しい知識を学んで、正しく女風に対してこう理解を深めていっていただければと思います。自分の人生を豊かにするツールとして女風が活用されるようになってくれれば、僕もすごく嬉しいので、また僕の発信等も見ていただければと思います。こういった場所でこういう発信をしていくことが、女風の情報を広めていく上でもすごくお力になれるかなと思っているので、今後ともよろしくお願いいたします。はい、ということで今回は女風業界の近況についてといいますか、お話しさせていただきました。今回は以上です。ゆずきでした。ありがとうございました。ゆずきさんへのお問い合わせはインターネット検索、名古屋ゆずき、名古屋優しい月でお願いいたします。 X での情報発信もしておられます。踊れ踊れ私の占いサブリ、 DMM オンラインサロンやその他サブスクリプションが好評です。占い癒し処八雲庵オーナー萩原八雲先生監修による、あなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ、今週も12星座で占っていきます。5月30日は掃除機の日ということで、テーマは私が欲しい家電はこれです。それではセクシーにおねだりしちゃうぞ。おひつじ座、湯沸かしケトルが欲しいのね。すぐに熱々になるから、待ちきれない私にはぴったりね。おうし座、加湿器がいいわ。私はあなたといれば加湿器なんかなくっても潤いがあるんだけどな。双子座、新しいスマホがいいかもね。あなたの息遣いがもっとちゃんと聞こえるようにしたいの。ガニ座、ホームベーカリーでふっかふかの焼きたてパン食べさせてあげたいわ。あなたとパン、どっちが大きく膨らむかしら。獅子座、ホームシアターなんて素敵よね。ローマの休日よりも楽しい時間をプレゼントしてくれるわよね。乙女座、最近の体重計っていろんな機能がついていてすごいのよ。あなたが一晩でどれだけ汗をかいたのか分かっちゃうかしら。天秤座、マッサージチェアが欲しいわ。いやだね、っちあなたに頼むとどこをほぐすかわからないじゃない。サソリ座、脱毛器が欲しいの。 VIO も使えるのがあるんですって。もちろん手伝ってくれるわよね。いて座、最近昔のフィルムカメラが流行っているのよ。
旅行先でたくさん撮ろうと思っていたんだけど、あなたはなんでビデオカメラ探してるの？ヤギ座 7.1 サラウンドのスピーカーなんて重厚感があって素敵ね。あなたと同じで体にズンズン響いてくるの。水亀座パソコン？それよりも動画編集ソフトの方が嬉しいわ。ベッドでもあなたはあんなに可愛いんだから。魚座ルンバも可愛いわね。乗ってたらあなたのお部屋まで運んでくれないかしら。占い癒しところ薬務庵オーナー萩原薬務先生の鑑定にご興味のある方は、占いタロット薬務漢数字の8に空の雲と検索をしてみてください。今週の占い執筆ご担当は小悪魔系占い師スマイル丸山さんでした。ありがとうございました。ここまでのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、あなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション心理師小室由里と、あなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社、占い癒し所薬務庵、琉球食系、名古屋のセラピストゆずき、ゴルファーズプロファイリングの提供でお届けいたしました。この後はうまくでやなわらばな演芸集団 FEC オフィス所属のお笑い芸人さんが笑いやしゃべりを極めてFM ギノワンの人気番組を目指します。 FEC チューンド水曜日の担当は日賀亮斗さんと付着かえりさんのコンビ、デコボコトラベリングのビッグスモールです。最後にあなたにお渡しする夜に聞きたいサプリメント、恋の名言はこちらです。愛することとはほとんど信じることである。フランスの詩人ユーゴーの名言です。たくさんの不安に押しつぶされそうな時ってありませんか？そんな時でも相手を信じ続けること、これが末永い愛情につながっていくんだと思います。来週もあなたが元気になれる夜サプリ用意して待っています。忘れずに取りに来てくださいね。つけば引き返せないところまで。あなたがいてくれたから、あの日私は生まれた。この思い届けたくて、あなたにいてほしいから、大きな声じゃ言えないけれど、これからも私らしく、ああ、私からあなたへ。